はい、こんにちは。のべや本店のノブです。今日はですね、誰でも簡単に今より可愛くなれちゃう方法というのを伝授しちゃいたいと思います。お金0円です。道具何にもいりません。特別な知識や技術も必要ありません。何をするかというとですね、早い話が頭皮のもみもみでございます。頭皮もみもみするとめちゃくちゃいいこと起こります。この動画見ながらですね、今日のぶさんと一緒に実践していただく。そうするとですね、この動画が終わる頃には確実にあなたの体に何か変化が起こります。それを楽しみに一緒にやってみてください。もうね、過去にこのチャンネルでね、何度もお伝えしているので、見たよという方もですね、必ずおさらいとしてここをすっ飛ばさないで見てください。まず大事なことはですね、これはあと頭皮をもみもみするんですが、ね、あなたの手で自分の頭皮をもみもみするんですよ。その際にですね、指と頭皮をずらさない、このことだけなんです。大事な気をつける点はここだけ。どういうことか説明しましょう。ここに朱肉があります。朱肉ね、親指につけてみて、キュッキュッキュッとつけて、親指真っ黒、これがあなたの頭皮だとしましょう。これがあなたの指だとしましょう。指と頭皮をずらすというのはこういうことね。こんな風に広がっちゃうわけよ。ずらしちゃうと広がっちゃうの。でも広がらないようにね、ずらさないようにやるということはですね、もう一回主にですね、指を頭皮にピタッとくっつけたら、指と頭皮はくっついたまま、頭皮と骨をずらすようにする。たったこれだけなので、気をつけること。そうするとどのくらい変化があるかというと、ポン、こんなに違うんです、ね、ずらしちゃうと、表面をこすっちゃうとこんな風になるわけ。指と頭皮はくっついてるんだけど、頭皮と骨がずれる。そうするとこんな風になるわけ。これをイメージしながらやってみてください。もう一つの違った見方でいきましょう。これね、ノブさんのところのクッションね、クッション、指で押す、これをずらすというのはこういうことね。ずらしちゃダメなの。指と皮はくっついたまま、皮と骨をずらす、こういうことになるわけ。分かってもらえたかな。注意してもらうのはこれだけです。では参りましょう。基本的に下から上に行きます。まずこの4本指、ね、4本指で耳の上をグッと押さえる。この時に押さえる力が弱いと、ジャリ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 っとこう髪の毛を擦れる音がすると思うのね。これは皮膚を擦っていることになるので、グッと両側からグッと、ね、爪を立てずに指の腹でグッと押さえ込みましょう。その状態で指と皮はずれずに、皮と骨をずらす。はい、ぐいーっといきましょう。ぐいーっといきましょう。こんな感じで、こんな感じで揉むんだね。こんな感じ、そう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 。そうするとだね、普段美容室に行って、頭皮のマッサージなんかをね、サービスでしてくれるところもあると思うんだけど、そういったことがない美容室に行ってる人はですね、なかなかこの感覚って味わってないと思うの。なんだかこう、もわーんとね、むゆいーんとなんか気持ちよくなると思うんだよね。はい、そしたらそれを上にずらしましょう。同じことです。はい、グイーン、グイーンと揉みます。これをどんどん上にやっていくだけなのね。はい、グイーン、グイーン。はい、さらに上に、グイーン、グイーン。頭のてっぺんまで行きます。はい、上、グイーン、グイーン。そう、これ片手でスマホ持ってね、見ながらだとできないからね、スタンドにこう、なんかこう挟んでね、立てかけるか、もうテーブルの上かなんかに置いちゃってもいいからね。はい、次、またこの4本指で耳の後ろ行ってみましょう。グイーン、耳の後ろから頭のこのつむじの方に向かっていくって感じね。さっきは耳の上から真上、今度は耳の後ろのあたりからつむじの方に向かっていくようにグイーン、グイーンと、この時点でジャリジャリと音がするような人は、指と頭皮がずれてしまっている、ね、頭皮をこすってるし、髪の毛もジャリジャリこすっちゃってるってことね。はい、どんどん上に行きましょう。自分のペースでいいですよ。はい、これやってるとそろそろですね、確かに頭皮は気持ちがいいんだけど腕が疲れちゃったわという方いらっしゃると思います。そんな人に朗報です。腕が疲れちゃう人はですね、テーブルの上に肘をついて、それでやるの。しかもだね、腕はこっちの力は入れるんだけど、こうね、押さえる力は入れるんだけど、動かす力は入れずに頭を動かしちゃうのよ。
肘をつけたまま頭の方を動かしちゃう、頭をこう動かしちゃう。そうすると腕が疲れないで済むからね。次、耳の後ろ行ってみましょう。ボンノクボってわかるかな。これ、ね、上からずっと降りてくるとね、ペコンとへっこんでるところなんだよね。わかんない人はちょっと上向いてみると、ここがベコッとこうへっこんでる、一番こう指が入りやすいところなの。そこをね、親指でグイグイ行きましょう。この時注意することも擦らないということね。でね、両側でやるの、もう腕が疲れちゃった人は片方ずつでいいです。肘つきながらでいいです。そこのへこみに頭を、親指をねグッと差し込んで頭を乗っけるような感じ。そうするとね、かなり、弱い力でもグッと奥まで入る感じがすると思うね。はい、でそれもだんだん上に行きましょう。とにかくね、つむじの方向に向かっていく。両方の手でやってる人は両側でできるんだけど、片方の手の人は片方をやったら今度反対側もやりましょう。で最初これまで頭皮を自分でねもみもみしたことがない人は頭皮がかなり硬くなってると思うんだよね。または寝不足とかストレスとかそういったことが続いてる人はね、かなり頭皮っていうのは硬くなってるはずです。なので最初は、動かしたくてもあんまり動かない。でもやってるうちにね、だんだん柔らかくなるからね、はい、次おでこ、ね、おでこのこの髪の毛の生え際に指を4本当てて、ここでも同じことをしましょう。腕が疲れてる人は肘をついて頭の方を動かすように、ね、手を動かすんじゃなくて頭の方を動かしてもみもみしていくと。これだけでですね、だいぶあなたの頭皮ね、全体行き渡ったと思うんだよね、そしたらね、もう一周してみるの。もう一周さっきと同じ工程をやる。そうすると1回目よりも確実に頭皮が柔らかくなっているのが分かると思います、ね、それこの後やってみてね。ではなぜね、頭皮をもみもみするといいことが起こるのか、そういったお話をしようと思います。頭皮というのはですね、とかく血行が悪くなりがちです。この血行が悪くなるというのがいろんなトラブルを起こすわけね。一番わかりやすいのはやっぱりね、女性でもある年齢になるとだんだん髪が薄くなってきたなと。薄くはなってないけど髪が細くてボリュームが出なくなってきたな、そんなことを感じる方が多いと思います。ではそういった方ね、耳の上とかこの首の後ろの方が薄くなった、細くなったと感じている人いるでしょうか。おそらくいないでしょう。大体この上のエリアがね、そういった年とともになんか変化が起こっちゃったなというのを感じると思うの。これなぜかというと血がいかないからなの、上の方までね、それような原因があって、髪の毛というのは血液でできているというふうにノブさん考えてるんだけどね、血液は心臓がポンプの役割をして体中に血液を行き渡らせます。その血液の中の栄養を体中に行き渡らせることによってあなたは生きているわけなんだけど、では頭皮にね、血液が行きやすいのかというと非常に行きにくいわけよ。なぜかというと心臓の位置よりも高い場所にあります、頭皮というのはね。だから重力に逆らって血液を一生懸命送らなければいけない、そういったことになるわけね。しかもだね、首のあたりというのは、ね、筋肉があって動かせるよね。ここもね、実はね、アンアンってやるとね、動かせるの、筋肉があるから。でもね、残念ながらここには筋肉がないです、ね、これ膜でつながってるだけで自分の意思で動かせないわけよ。ね、あ、ここを動かせますよって人多分人間の中にはいないと思うんだよね、なので動かせない、つまり血行が悪くなりやすい。おまけにですね、血管ね、血液というのは血管を通っていくわけなんだけど、血管もこっから下までは、ね、太い血管があるわけで、もこっから上になると急に血管が細くなって血液が行きにくくなる。そこで、今回のように強制的にですね、物理的にもみもみしながら血を行き渡らしちゃおうぜ、そういったことになるわけね。これ日常的にね、続けてほしいのよ。で、髪の毛にだけいいことが起こるのかというとそんなことは全然なくてね、顔色が良くなったり、目がパッチリ開いたり、リフトアップしたりなんてことも起こっちゃうわけね。これね、もうすでにあなたが感じている変化かもしれません。なんだかさっきよりも視界が明るく見えるなと、部屋の中が明るく見える、鏡を見たらなんか目がパッチリしたように見える、むくみが取れた。髪の毛っていうのはね、時間かけてだんだんこう生えていくものなので、別に今生えてる髪の毛が急に頭皮をもみもみしたからってね、良くなるってことは一切ないよ。でも今後のことを考えて頭皮をもみもみする。そしてすぐに分かる変化というのはね、お顔なんです。お顔ね、これ、今日ね、
この動画が見終わった後、ぜひチェックしてみてください。そしてぜひともこれをね、習慣にしてみてください。1日やっただけでね、こんだけ変化があるので、3日、1週間、10日、2週間、1ヶ月ね、何年もっていう風に続けていくと、いつもあなたは素敵に可愛くいられますといったところで、参考になれば幸いです。現場からは以上です。では今日も最後までお付き合いありがとうございました。告知させていただきます。次回のライブ配信なんですが、10月の、まだ覚えてない、何日でしょうね、ここに出してください、ドン、はい、こちらです。こちらで、夜9時半ライブ配信をやっちゃいます。次回はですね、バンドのメンバー全員とワイワイ楽しい時間を過ごしたいと思います。ぜひあなたの参加待っております。今のうちにスケジュールのチェックをよろしくお願いします。そしてこの信屋本店ノブというチャンネルにですね、サブチャンネルがございます。その名も信屋音楽館です。こちらはですね、過去のライブ配信の演奏シーンを切り取って、ノブさんがほんのちょっとおしゃべりを添えて、短い動画を毎週日曜日夜9時からお届けしております。大人女子の皆さんの大好きな昭和の名曲を中心に、懐かしいナンバーばかりをノブさんが心を込めて歌っておりますので、ぜひこちらも要チェックです。 URL はコメント欄の方に貼っておきます。てな感じで、なるほど納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。あ、黒かった。では次は明日の信屋音楽館で会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。パーでした。では恒例の、私女に生まれてよかった、そして俺男に生まれてよかった、 OK、 ありがとう。